尖閣諸島周辺の領海で海上保安庁の巡視船に衝突した中国漁船の船長が逮捕された事件で副首相クラスの中国政府高官が日本大使を深夜に呼びつける異例の対応を行いました中国の日本大使館によりますと大平国国務委員は庭大使を呼んできょう午前0時過ぎから45分ほど会談し漁船と船長らをすぐに解放するよう求めましたこれに対し庭大使は 厳正に国内法に基づいて粛々と対応する立場は変わらないと述べその上で中国側に冷静かつ慎重な対応を求めたということですこの事件をめぐって日本大使が中国政府から呼ばれるのは4度目でこれまでの外務大臣より上の立場にある国務委員の呼び出しは極めて異例です